こんにちは、デモンストレーターの田原栄一です。今日ご紹介するのはこのフィルターです。なかなかね、この透明なフィルターを出すと何かわからないということがありますが、これだけ見るとこちらのフィルターは特徴があってわかりやすいですね。センターイメージというフィルターです。これガラス2枚ありますけども、これ全部で1製品といった製品で、この白いところの真ん中が透明、これがサンドスクリーンというタイプ で、この枠に入っているのが、これソフトスクリーンというのが枠に入っているんですが、これも同じくこの白いところの周り代わりにソフト効果があるのが周囲にあって、真ん中が透明といった構造をしているということで、実際使うときはどちらかのガラスを選んでこの枠に入れるという構造なんですね。枠がこう取り外し式になっていて、中のガラスをこうやって外して入れ替えるということで使います。で、このサンドスクリーンとソフトスクリーンの2種類が入っているフィルターということで、まあ私自身もね、かつてこれ花火の撮影とかに使ったことがあるんですが、このフィルターのカタログの作例をご覧いただくと、こういった具合で周囲を白っぽくぼやかすといった使い方で紹介されてますが、今回私うずらフォト撮影会という撮影会で ATXI100mmF2.8FF と組み合わせて使ってすごく効果が良かったので、その話を紹介しようと思います。今回は普段なかなか使わないフィルターということで、ソフトフォーカスの中でもセンターイメージですね、センターイメージのサンドスクリーンというフィルターをご紹介したいと思います。今アウトフォーカスからだんだん星野くるみさんにピントを合わせているところですが、このオレンジなのはライティングの関係です。 LED をオレンジに乗せている状態ですね。今フィルターかかってない状態なんですが、ここにセンターイメージのサンドスクリーンをねじ込んでいくと、この通りもうなんか西洋絵画の世界みたいな雰囲気の映像になっているのがわかると思いませんか。これね、でも 100mm の今回レンズが時にあの ATXI100mmF2.8FF マクロということで 100mm の画角ですね。中心が透明部分があって、周辺がサンドスクリーン、白っぽいスクリーンということなので、これあのレンズの焦点距離によってはこのようなスタイルに出ないかもしれないということで、ご参考にしていただきたいればと思うんですが、 F2.8 です。まあ、こういったことでこれからこの状態で写真を撮っていきます。はい、実はセンターイメージには2つの顔がありまして、1つが先ほどのサンドスクリーン、もう1つがこれから紹介するソフトスクリーンですね。このスクリーン、まあ、今回の 100mm でも、まあ、今回のこのソフトスクリーン側でもすごく光が漏れてる感じがわかるかと思うんですが、今逆光ですからね、この感じを使うとどうでしょう。フィルターが今入ってない状態ですが、ここからセンターイメージのソフトスクリーン入れると、これぐらい、まあ、光が漏れた感じになるというのがわかりますね。これでもう一遍写真を撮っていこうと思います。
このようにポートレートですごい素晴らしい効果を得られたこのセンターイメージというフィルターなんですが、販売されているサイズが 49mm から 77mm、 82mm サイズが残念ながらないということですね。そしてあと今回の私が撮影した効果は 100mm という、まあ、中望遠レンズで F2.8 絞りを開放してたので、おそらくこのフィルターの真ん中の部分の透明部分のところをうまく拾って、で周囲辺のこの境目がぼやけてるから、ああやって全体的に効果が広がったというふうに考えられます。だから焦点距離によってはこの撮影通りの効果にはならないということがありますので、実際使うときはお使いになるレンズの前につけて絞りを調整してみて、この狙い通りの効果になるかどうかチェックしながら使ってみていただければと思います。まあ、私が使った限りでは、トキナの ATX 帯の 100mm と組み合わせればバッチリですので、まあ、ATX 帯の 100mm が日本用、キャノン用ですから、ソニー用の方はフィリン 100mm でも同じ光学系で同じ効果得られますから、ぜひチェックしてみていただければと思います。